魔人メルフィス、ついに見つけたぞ。待ってくれマレック。兄さん、本当にお前がメルフィス兄さんなのか。一体どういうことなんだ。これは懐かしい。愛すべき弟と久しぶりの対面と。どうした、兄が恋しくなったか。相変わらずの甘えぶりだな、弟よ。それともこいつを探しに来たのか。父上。無駄ね、リュード。もうこいつはバルマーそのものよ。魔人メルフィス、覚悟。この時を待っておったぞ。我を遮る者に素晴らしき死を与えよう。さあ、この刃を受けるがいい。マジンキル。それだからお前はダメなんだよ。これでいけるぜ。これが究極の技、帰国冥王剣。死ね。邪魔しよって、自動人形めが。弟よ、なぜ我に歯向かう。なぜ死を受け入れようとしない。今お前には何が残されているというのだ。まさか未だに夢物語を信じているのか。夢だと？兄さんじゃないか。俺の夢もみんなの理想さえもぶち壊しにしたのは。絶望こそが真実の喜びなのだ。何をやろうとも全く無駄に過ぎん。何もかも幻想に過ぎないのだ。愚かなことだ。そう、生まれ変わる前の我のように。お前はもう兄さんじゃない。夢も希望も最初からないのだ。それをお前に見せてやろう。そう、ふるさとのあの因縁の場所でな。あれがメルフィスだと。チェ、逃げやがって。ま、いいか、今回は爪だけで。マスター、ご無事でしたか。おお、お主か。さっきは助けられたな。感謝するぞ。
私は何をしたらいいのでしょうか。何をするかを決めるのはお前自身なのだ。お主ほどの力があれば十分に生きていける。さ、行くがいい。そんなこと言われたって。王様、わしらはどうしたらいいんです。しかし我らは人であってバルマーの駒でも道具でもありません。今バルマーは復活しようとしつつあります。しかしバルマーの求めるものは人ではなく意志のない手駒、人形に過ぎないのです。我らが恥じて隠してきたことは誤解を生み出しただけで、何の夢も未来ももたらしはしませんでした。これからはそんな過去に振り回されることなく、新しい誇りを見つけ出し、それに向かって生きていきましょう。我らの先祖が犯した過ちを忘れないためにも、今再び国旗を掲げます。我らはこの国旗を胸に新たなる道を探したそうではありませんか。かっこいいもんだ。負けてらんないよな。にしてもエレナ、こんなことしてていいのかよ。お前はグラナスの新刊だろ。いいのよ、これはしなくちゃいけないことだと思う。これまで闇を怖がるだけで私は何も知ろうとしてなかった。だ
世界の姿を、ありのままの事実を受け止めなきゃいけないの。
ね、Thank you.